How nice, Lise. お前から購入できるものが多すぎて相当払ってるけどまあいいけどさ、どうしよっかね。まあ普通にもう明石市場に向かってもいい気もするけれど、パッと見ケイリットに行けるとこってもう今そこくらいか。なんかあるかね。まあ見落としはいくらでもあるとは思うんだけれど、ここ気になるよな。あの壺どうしたら動くんだろう。どうしよう、一回リエニエの方戻ろうかな。あそこも気になってるんだよね。あのパッチが言ってたさ、あの生きている転送装置が生きている乙女人形のあれ、どこだっけまあ転送装置が生きている乙女人形があるんですよ。マラビアの一室から行きゃ一番早いのかな。あー、それも気になる。まあ一旦向かってみるか、不落の大橋から明石市場方面へ。この道中にもきっと何かあるもんね。転送装置でパーって入っちゃったけれど、まだ見ぬ何かがきっとあるはず。不落の大橋結構ボロボロだね。なんかできても割かし困るけど今。まあ失うものはないから。あら、向こうにもこれ兵士ちらほらいる感じですかね、もしかして。ここにも転送音あるの？この転送音触ってなくない？俺。どこへ向かう転送音なんだろう。橋。ちょっと、まあ別にそこすぐ転送できるし、ちょっと触ってみるか。この場内のやつなのかな？ここ知ってるな。そこだよね。橋の転送門はどっちの橋から行っても一緒なんだね。ちょっと正面切って攻略したいから、じゃあ戻るか。この辺もあれなのかな、獣飼ってた兵士みたいな感じでどっか潜んでるのかな。物見櫓みたいなのは相変わらずこっちにもあるが、人がいない？割には血痕がちらほら。何かしらいることはいると思う。大丈夫？アイテム周りが一番怖いよね。この櫓、上に登る場所がないな。はしごはあるんだが、上には。下から上に行くはしごがない。はしごもそこにしかないよ。なさそうだね、登れるポイント。中も何にもなさそうだね。でもそこになんか光る何かが見えるってことは、多分こっちの方から馬とかでジャンプであそこ行くのかな。ちょっとそれは試すとしてだ。正面。こういう坂道も怖い。
上からなんか降ってきそうで転がってきたり。何の結婚なんだじゃあ、あれ何もいないじゃないか今のところ。え、そんな人いないことある？城だよ。あれ何？ただの岩？真珠島が見えるってことは、あれ真珠島だよね。え、どこあれ？クソ手前だな。あこの辺だな。ただの岩だな。じゃあ、エイリット明石市場本当に人いねえぞ。でもなんでこんな結婚あるんだ、マジで怖いんだが。死の原因が見れるじゃないか。いや、殺されてるが。てっきり海に落ちたのかと思ったけど、そうではない、ね。こっから行くわけではなさそうだな。そっからジャンプジャンプみたいな。ちょっと距離がありすぎて多分届かない。どっちかって言うと、あの上から落ちてくるパターンっぽいね。あそこに。屋根が開いてる。こないだ、さあ、登ったところにはしごがあったの、これか。ここが多分、向こうの、物見櫓も開くんだろうね。あそこが。こんな風に。なんかいそうだよね。ここでいきなり人が死んでるから。ここめちゃくちゃあるけど。何かと戦ってる。ビターン。ドストスって今。人はいるね。気配はあった。このはしごだったんだね。何のためのはしごなんだろうと思ってたけど。おお、期待値6。城の中だな、多分。音の方向は。ここじゃ呼べないっぽい。なんでメッセージ浮いてるんだこれ。どういうこと？コウモリだね。城の外周ちょっと怖いな。まだいるか。すんごい絶景だねここ。綺麗。
おう。わりかし結構あるな。ここなるほどね。この穴にみんな落ちてるね、多分この結婚ほとんど。裏口入学できそう、ここ。毒に注意。あいつあれか、ちょっぴり強いね。これだったらあれ持ってくればよかったね。重力系の魔法を一つ二つ。薬理帳。戦火演劇、これかっこいいじゃん。戦火、炎属性にできるね、武器を。これはいいかもしれない。前方広範囲に炎を放つ戦技、強攻撃で踏み込む投げ払いにつなげられる。またその時に、武器は炎をまとう。近接武器に、近接攻撃武器に使用できる。特大のもの、鞭を除く。じゃあこれでショートソード作ろうぜ。筋力ないけど炎が必要なタイミングめちゃくちゃあるからな。刀匠メインで扱ってるせいで。お、ここ開く？こっちからは開かない。あ、何？開けてくれんの？開けてくれないかな。なんだなんだってなってるよ。ちょっと面白いよお前ら。落ちちゃった。どうだ、いたかろう。いやー、てっきりさー、なんか音を出せば開けてくれんのかなと思ったけど。てかまあ全然城の中に人いるね。城の外全然いなかったけど、出払ってるだけかな、やっぱり。ここどの辺になるんだろう。明石市場。え、全然人いないじゃん。
ちらほら。うわ、首吊ってる。こっかな。でもこれはあるってことは、そこそこ攻略大変ってこと？そこあれじゃない？位置的に。わお。武具職人の製法書。バカ人おるやんけ。でもやる気ないわ、みんな。無気力。音が近い。あ、いたー。お前はローレッタがいた、砦にもいた。強ボルト。マジで超過紙なのかな。超過瓶を手に入れたからいろいろ知りたいんだけれど、嫌な感じの音がするんだよね。なんか腕に刃がついてる系の獣っぽい音がするなと思ったらいるね、あれ。あ、もうバリバリいますね。この扉開かないの？扉を開けるとかいう選択肢がないの、これ。三角ボタンで開けるみたいなのが出てこなかった。じゃあどうすんの、ここ。転送門の位置がそこか。あー、じゃああっち行くとあれだな、入り口だな。なるほど。あー、城の中ってか、ここじゃ呼べないのかな。ちょっと大丈夫かな、これ。ちょっと痛いかなと思ったけど、ダメだ、城の中では呼べないのか。うん、ここどうせさ、転送門で来れるしさ、ここも開かねえや。そこに祝福あるんだよね、こっち進んだ方に。ちょ、一旦上がるか。本当に人いないね。うわ、一匹でも大変なのに今二匹見えたんだけど、やだ普通に。なんかリムクレイブ、まあ、ストームウィルにもあいついたけどさ、もしかしたらここが出身なのかな。嬉しくないけどね。あれ強いんだよね。うーわーおー。割れたくないな。
飛んできた上に、普通に当たるかね。まあ当たってもすぐ移動しそうだよね。届かんしな。まあでも上にいる分には安全そう。なんかここに来るべき知らなそう。なんだこれ、壊れるとかそんなことねえ。あいつらは鍵持ってるとか。避けちゃうしね、あいつら。あ、でもこれだったら避けない。もしかしてこれは当たるわ。時間さえ飛んでてもいい。回避、回避体制が、回避体制回避性能がない。でも、下潜り込まれるとちょっとしんどい。あそこまで行っちゃうとあれだね。分かんなくなっちゃうかな。入ってきた。これいいぞ。なんで、ちょっとカットになると思うけど。これはまずいよ、君。逆にかわいそうなことやったね、君。あら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 。そこに乗っかったばっかり引っかかっ、あお。お前はうまく乗ってきたね。生きてる。いやでも一匹になったのあればいい。危ねえ。うい。よし。ここ開くのかな。踏み込む。ここ開ける方法がない。どこも開かないね。どこも開かないな、この城。ここ行けそう。ストレッチポイント。ああ、ここから撃てば割かし安全に倒せたな。まあもう倒したからいいけど。こちらからは開かないとかではなくて、なんか単純に扉が開かないんだよな。なんか仕掛けがある、どっかに。それこそレバーとかさ、印の扉が開くような何かがあるのか、鍵があるのかは分からない。
そこにね、なんかね、紫の光のアイテムが見えるから、なんかレアなもんがあるんだろうけれど。まあわかんねえから先進んでみるか。一回かかってから。どこも開けられないもんね。